や今日は前回ローストビーフを作った端っこの部分で、牛肉のカルパッチョを作っていこうと思います。前回、牛肉1人前のローストビーフを作るのに一番いい太い部分を使ったので、この厚みに差がある、すごく逆には焼きづらい、端っこがパサパサになっちゃうので、そういう部位はやっぱりたたきとか、まあ火入れに左右されない食べ方をするのがいいと思うので、今日はただ焼いて冷やすんじゃなくて、お肉をちゃんとフレンチの技術を使って、マリネしてしっかりした味をつけてから焼いてカルパッチョにしようと思います。お肉はこう厚みがある部分、塩がすごく入りづらいので、もう極端に厚みがある方だけに塩をつけて、だいたい3分の2ぐらいはそう厚みがある方に振っちゃって、あとの1割ぐらいはバットにしくなりして全体にまぶしてあげるとバランスよく味が入ると思います。しっかり塩を揉み込んで、表面に汗がかくぐらい、塩の粒が消えるぐらいまでしっかり揉み込んだら、ラップで、ぐるぐると巻いて包んで成形します。塩と砂糖でマリネするので、その時に形が変わってくれるので、ここで丸くしてあげると、焼く時もこの状態で焼くことができます。あとは冷蔵庫に入れて、だいたい半日から1日ぐらいしっかり味を染み込ませます。1日経ってです。1日経ちました。ちょっと見た目はグロくなってますけど、やっぱり丸い形のまま、なりました。表面の水を拭いて強火で一気に焼いていきます。牛肉は肉の表面にしか菌はいないので、安い肉でも、まあ、鮮度さえ悪くなければ全然生というか、ちゃんと中がレアの状態でも食べられるので、ただ表面の部分はちゃんと焼いて、滅菌してあげると安心して食べれると思います。焼く時のポイントはずっと同じ面を焼くんじゃなくて、10秒20秒ぐらいでコロコロ焼く場所を変えて、自然に色づけていくことですね。無理やり焼けるまで、色がつくまで待つんじゃなくて、転がしながらうっすら色づくまで焼いていきます。焼き終わったら今日はこのまま冷凍庫に入れます。ただ冷凍庫に入れると、まあ、近くのものは溶けちゃうので、まあ、最悪氷水に入れてもいいし、まあ、ラップで包んだり袋に入れて、保冷剤とか余るじゃないですか。あれをいっぱい詰めてコーティングして冷凍庫に入れてあげれば、まあ、他の食材には影響ないので、そうするといいかなと思います。ソースはバルサミコソースを作ります。今回は 200ml のバルサミコを半量ぐらいまで煮詰めようと思います。多分みんながイメージするバルサミコソース、甘くてこうとろっとした状態っていうのは、多分3分の1ぐらいまで煮詰めないとならないんですけど、それやると、まあ、コスパが悪いというか、安いビネガー買うよりちょっといいやつ買った方が安くなっちゃうので、こうバルサミコビネガー、安いビネガーを使う時は、まあ、半量ぐらいにとどめて、まあ、甘みを足したかったら蜂蜜入れたり、濃度が欲しかったらコーンスターチで伸ばしたり濃度つけたりすると、まあ味もそれなりに経済的に作れると思います。まあビネガーの時点で、酸味があるのが美味しさなので、バルサミコも熟成させるとどんどん酸味が飛んで甘みが増すんですけど、まあ若いバルサミコは若いバルサミコの良さがあるんで、あんまり煮詰めすぎないで、このぐらいにしといた方がいいと思います。でバルサミコは煮詰め終わったら冷水か何かで手早く冷やして、ディスペンサーとかに入れておくと便利ですね。これも冷蔵庫で割と保存効くので。お肉は、冷えたらスライスしていきます。薄くスライスした方がいいですが、今回はあえて難しくないぐらいの厚さに揃えて、後で叩いて薄く伸ばそうと思います。多分このぐらいの厚さなら切るのに技術はいらないので、できる限り薄い方がいいですけど、このぐらいであんまり気にせずスライスします。スライスが終わったら、ラップでサンドして、瓶だったり鍋だったりそういうので叩いて伸ばしていきます。カルパッチョは肉が薄ければ薄いほど美味しいので、イタリアとかフランスとかで食べるのもそうですけど、もう本当に紙みたいな牛肉が出てくるので、ただそれが美味しいので、できるだけ薄い方が美味しいと思います。で全体が伸ばし終わったら盛り付けですね。平たく、それこそカルパッチョっぽく盛るのもいいんですけど、今日はちょっと畳んで、とんがりツンツンさせて立体的なカルパッチョにしようと思います。で一度盛り付けたらしっかり冷蔵庫で冷やして、その間に、パルメザンチーズですね、パルミジャーノを薄くスライスして、で上から冷やしたバルサミコ、あとは先ほど切ったチーズを差し込んで、上から黒胡椒をひいて、最後に美味しいオリーブオイル、これはマンサニージャっていう、やっぱ何でもないです、ボナピティ。これは無限ワインですね。やっぱお肉自体も塩がちゃんと効いてて、やっぱ砂糖の力でお肉自体が柔らかくすごくジューシーなので、だいたい安い肉って生で食べると本当に味がしないんですけど、加熱した肉の甘みを出さないとダメなんですけど、これはマリネのおかげで冷たくても美味しく食べれますね。あとは柔らかいバケットにパンを塗って、サンドイッチやブルスケッタみたいにして食べるのもなかなか美味しいので、ぜひ作ってみてください。